徳島県第3区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2002年に一部区割りの見直しが行われ、2013年に廃止された。2013年公職選挙法改正により廃止され、1区と2区の各一部となる。2002年公職選挙法改正から2013年の 小選挙区改定までの区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。小選挙区制導入後の初選挙である第41回では、旧中選挙区時代最後の総選挙で、初当選した岩佐義人が続けて議席を確保。徳島県が、 四国では珍しく選挙区選出議員のうち野党議員が過半数を占めたことに危機感を募らせた自民党は第42回に後藤田正春を王子に持つ後藤田正隅を送り込み議席を奪取。岩佐はこの選挙の敗北で国政からは引退。その後の選挙では後藤田が安定した戦いを進め議席を守っている。第45回では自民党に 猛烈な逆風が吹き荒れて大接戦となり約1200票差という僅差で選挙区の議席は死守したものの2期の比例復活を許した第46回では自民党優位の状況下で後藤田が圧勝し2期は比例復活もできずに落選した2013年の区割り変更に伴い当選局は廃止されたただし後藤田対2期の対決は 第47回以降の新一区に引き継がれる形になった。第46回衆議院議員総選挙12月16日、徳島県第三区時の内閣、野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、第45回衆議院議員総選挙8月30日、 徳島県第3区時の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、徳島県第3区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、 総選挙11月9日徳島県第3区時の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日徳島県第3区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日 2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日徳島県第3区時の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。